ームの時間だよ。今日はファンルームのガーリーコレクションセットでダブルリボンブレスレットを作ってみるよ。材料は何が必要なのかな？材料はこちら。透明のシリコンバンドが10本。クリアパープルのシリコンバンドが10本。パステルイエローのシリコンバンドが11本。そして付属のバックルが1個。リボンビーズが5個。リボンが1本です。リボンはあらかじめ半分の長さに切っておきます。リボン1本の長さはだいたいファンルームの土台から横幅が5センチから8センチぐらいはみ出るぐらいに切っておきます。下準備としてリボンビーズの中にクリアパープルのシリコンバンドを通しておきます。通すときは透明の糸を使いながら端を合わせてクリアパープルのシリコンバンドの中に通したらこのようにグッと引っ張って通しましょう。5つのリボンビーズすべてにクリアパープルのシリコンバンドを通したら準備完了。ファンルームの土台にシリコンバンドをかけていきましょう。まずはじめにパステルイエローのシリコンバンドをこちらから右上にかけていきます。続いて透明のシリコンバンドをこちらから右上に、先ほど作ったリボンのビーズが通ったシリコンバンドをこちらから左上にこのようにかけていきます。今度は黄色のシリコンバンドを先ほどかけたところから左上に、透明のシリコンバンドを先ほどかけたところから右上にかけます。次にクリアパープルのシリコンバンドを右上に、黄色のシリコンバンド、透明のシリコンバンド、リボンのビーズのクリアパープルのシリコンバンド、こんな風にジグザグジグザグとかけていきます。続いて先ほどかけたところから右上に黄色、左上に透明、左上にクリアパープル、黄色、透明、ビーズのついたシリコンバンド、黄色、透明、パープル、黄色、透明、リボンのビーズのついたシリコンバンド、この順番で黄色、透明、パープル、黄色、透明、リボンのビーズのついたシリコンバンド、黄色、透明、パープルと繰り返していきます。はい、このように最後までシリコンバンドをかけていったら、一番最後のこちらには黄色のシリコンバンドを二重にこのようにぐるりと巻いておきます。今度はリボンの出番だよ。ここまでかけられたらリボンをこちらの隙間とこちらの隙間にそれぞれ1本ずつ置いておきます。リボンの端と端が同じ長さになるように調整しておきましょう。リボンをしっかり隙間に入れて、きれいに整えたら、シリコンバンドをかけたのと反対側にして編んでいきます。編み方はまず、先ほど最後に二重に巻いた黄色のシリコンバンドの一番下にあるパープルのシリコンバンド、こちらを内側から引き抜いて、
こちら側にかけていきます。リボンはそのままにしてその上からかけていきます。次はここにある一番下の透明のシリコンバンドを同じように内側から引き抜いてこちら側にかけます。今度はこちらの黄色のシリコンバンド、こちらも同じように内側から引き抜いてリボンをまたいでこちら側にかけていきます。今度はちょっとごちゃごちゃしてますが、リボンのビーズのついたこちらのシリコンバンドも同じように内側から引き抜いてこちらのかかってる方のこちら側にこのように編んでいきます。ここから出発してここまで編んだように同じような編み方で最後まで編んでいきます。はい、最後まで繰り返し編むとこんな感じになります。一番初めに編み始めたこのシリコンバンドが2つ重なってる部分、この黄色のシリコンバンドの一番下の部分を外側から外してこのように引っ掛けておきます。こちらを外側から外したら反対側も一番下のシリコンバンドをよいしょ、このように外側から外して引っ掛けておきます。ここまでできたらこの黄色のシリコンバンド一つかかっている部分にリボン両方を束ねてこの輪っかの中に通します。反対側も同じように通せたら、今度はこちらのバックルにリボンを通していきます。バックルにこちら側からこのようにリボンを通します。通し終わったら、下からこのようにぐるりと巻きます。ぐるりと巻いたら、またここからリボンを通します。こんな風に通せたら土台からシリコンバンドを3つ4つ外します。外し終わったらリボンをキュッと引っ張ります。ここを少し緩めながらリボンを引っ張っていきましょう。リボンを引っ張ったらこちらのパープルのシリコンバンドの中にリボンを2つ重ねて通していきます。こんな感じでパープルのシリコンバンドでリボンを留めて、ここまでできたらシリコンバンドを外していきます。土台から外すとこんな感じでダブルリボンのウェーブの可愛らしいブレスレットができました。反対側もさっきと同じやり方でバックルを留めていきます。はい、これでダブルリボンブレスレットの完成です。バックルは引っ張ると
このように外れます。とっても可愛いブレスレットができたね。うん、リボンのビーズも可愛くてとっても女の子らしいブレスレットだね。頭に乗せても可愛いでしょ。可愛らしいお洋服とコーディネートしてお出かけしたくなるね。今日はファンルームのガーリーコレクションセットでダブルリボンブレスレットを作ってみたよ。みんなもぜひ作ってみてね。それじゃあ今日はこの辺で。さようなら。